いや、佐藤さん、こっちこっち。いいのかったら、こっち。佐藤さん、こっち。いい。こっちこっちこっち。こっちが E で、こっちが F です。よいしょ。で、E がですね、12名。で、F が11名です。確認してくださいね。11名ですので、ね、あの席所が2箇所あります。それではですね、私もお方にしてます。佐藤さん、ちょっと私どうも。こんにちは、どうも。こんにちは。これからのガイドツアーは約1時間半、皆さん3箇所ご案内します。で、注意事項があります。まず、タバコ。禁煙は店内、庭園とも禁止になっております。ご協力お願いします。で、写真ですが、三脚はやめてください。三脚ダメ。それからフラッシュもやめてください。それから時間に限りがありますので、ガイドの指示に従って、次に移動するときはどうぞこちらへ来てくださいと言えば、それに従ってください。で、写真だとどうしても伸びますから、時間がね。そこで打ち切ってご協力をお願いします。それから最後にアンケートがありますから、ご協力をお願いします。それでは今日の E チームの竹内ガイドをご紹介します。竹内さん、竹内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤します。佐藤します。ではよろしくお願いします。お願いします。従ってください。お願いします。いってらっしゃい。はい。じゃあ向こうでちょっと説明しましょうか。はい。ここにですね、別荘を持った方なんですね。そのうちこれから回るのはですね、順番に申し上げますと、大熊邸から行きます。大熊市の港ですね。それから娘港、レイス港、それから糸魚部総楼港が総楼港です。それでは、向こう西園寺金持ち港、西園寺金持ち港書いてありますが、そこは西の方にちょっと森がこんもりしているところがありますが、あそこが一応西園寺港の別荘だったところです。今はその後池田信也という方に譲りまして、今建物が残っております。それと三井住友銀行の寮になっております。それから皆さん今日ですね、入園券配られたと思うんですが、このガイド終わった後、大熊邸の方は庭園の方を見ることができます。この総楼閣がですね、この後ろに実際に総楼閣があったところをご案内しますが、ここを一旦出ますと、再度ガイドできますので、よろしくお願いします。それから、これから大熊邸、大熊邸の寮に行くんですが、こちらの方のいろんな指導、私どもは歩道がありまして、やはり歩道を歩く人もおられます。それから近所のことがございますので、大熊邸の入り口までちょっとガイドをしませんので、よろしくお願いします。そしたら右側通行でお願いいたします。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。
この辺の松の木ってもう当時からのなんですかね。まあちょっとすごく若いのもありますけど。はい、12名です。12名了解です。それではここから始めたいと思います。今日はようこそおいでいただきましてありがとうございます。まあ、御師匠はですね、ちょうどこれ明治150年と記念庭園を除くですね、世界に PR しようということで、国土交通省の国のですね、施策で行っております。まあ、皆さんご存じのような明治元年というのはちょうど1868年で、今年が150年だということで、その時にですね、まあ今瀬古堂などやってますけども、江戸時代から慶応それから明治にですね移る段階で、まあ、国自体が今みたいな立憲政治、憲法を中心にした国ではなかったわけですね。だからいかにして先進国に追いつくかということで、それで、まあ、条約もですね、不平等条約、日本の不利な条約をですねいろいろ結ばれました。それを一応改正していってたのが明治 の, 偉い人たちのあれだと思います。それで、まあ、ここに書いてありますようにですね、明治元年からちょっと150年になっておりますということで、明治以降の近代の歩みを皆さんにご理解いただくということで、まあ、一番大きな今まで江戸時代と違うのは、明治憲法の制定、それから議会の開設ということで、まあ憲法と言われますと明治22年に発表されたんですが、実際にすぐですね憲法をやれてすぐできるものじゃないんですね。その前に岩倉使節団ってご存知かと思うんですが、明治4年にですね岩倉智美を筆頭に伊藤博文とかアメリカヨーロッパ、そう一応勉強にしに行ってました。だからそれが1年以上こう開けることになってたんですね。まあ、それだけ憲法に対する、まあ、知識を勉強してきたと。それは主に勉強したのは、まあ、イギリスとそれからドイツ憲法、ビスマル憲法ですね。それを一応大いに勉強してたということで、まあ、ドイツ憲法が、まあ、基本になって日本帝国憲法ができたと。そういういろいろのですね展示がですね、そちらの方の今回は最初に大熊邸を回ります。次に蒸し手を回りまして、まあ、これがどうして古川邸になったかというと、大熊邸がですね、古川一兵衛さん、古川財閥ですね、まあ、道とかそういうので有名なんですが、まあ、足を古川一兵衛さんという人は京都の方の生まれだったんですけども、いろいろ